パベウ・ダビドビチは、ポーランド・オルシティン出身のサッカー選手。ポーランド代表、エラス・ベローナ FC 所属。ポジションは、ディフェンダー、ミッドフィールダー。レヒア・グダニスクの下部組織で育ち、2013年5月にトップチームデビューを果たした後、2014年に、ポルトガルのベンフィカに5年契約で移籍した。ベンフィカでは、リザーブチームに所属し、 そこで2シーズンを過ごした後、2016年8月にはドイツツバイデリーガのボーフム、2017年8月にはイタリアセリエ B のパレルモにレンタル移籍をした。2018年8月には同じくセリエ B のベローナと買い取り義務付きのレンタル移籍で2022年6月までの契約を結ぶと、ベローナはこの2018から19シーズンの昇格プレイオフを 静止翼シーズンのセリエへ復帰が決まった。2019年8月25日に行われた2019から20シーズンの開幕節ボローニャ戦では先発となり、セリエへのデビューを果たしたが、開始13分で相手への PK 健上を呼び、退場となった。2015年11月17日、ブローツワフで行われたチェコとの親善試合で、交代出場しポーランド代表デビューを飾った。 2018FIFA ワールドカップに向けた35名の予備登録メンバーに選出されたが23名の最終メンバーからは外れた。2021年6月 UEFA ユーロ2020に臨む26名のメンバーに選出された。本大会ではグループステージ第2節のスペイン戦で1の1で引き分けている中85分から交代でピッチに入ったがこれが 大会唯一の出場機会となり、チームもグループ E 再開で大会を終えた。ありがとうございます。